はい、今回はポケットモンスターアルファサファイアをやっていきたいと思います。前回の続きからやっていきたいと思います。で、今回は四天王プリムに挑みたいと思います。で、この四天王プリムは氷タイプがほとんどなので、格闘技とか炎でいけば勝てます。だからね、ポテマルを最初のところに置いていきたいと思います。で、雪目の子が出る時があるんですよ。この雪目の子は、タイプがゴーストタイプがあるので格闘技が効かないので、その時だけは変えます。雪の王、雪の王は草と氷ですね。だから炎が結構いいね、これでは。まあ一応僕は、炎がいないのでね、炎タイプが。だから格闘技でいきたいと思います。おお、残ったのか。多分使ってくるでしょ。うん、分かった。次で倒せるかな。ウッドハンマー。やばい。これ絶対次でやられる。あられだっけ。それで多分やられるかもしれない。やばいな。ほら、やっぱ来た。うわ、いきなりか。ポテマルいなくなったのはちょっと辛いな。他に格闘技はラグラージいたね、確か。ラグラージは、なんだろう。アームハンマーだ。じゃあこれでね、どんどん行こう。ツンベアは氷タイプなんだ。よし、アームハンマー。行け。うわ、当たらないのか。じゃあもう一回、アームハンマー。あ、だからラグラージムが倒されてもね、まだメタグロスがいるので。いや、強いな、相手。あー、これで終わったー。おお、残っただけど、なんかひるんで出せない。まあこれは回復するしかない。強いな。今度こそ倒せる。これは耐えるでしょう。おお、よし、やっと倒した。メタグロスはレベル59。あー、来た。雪目の子か。どれで行こう。これで行こう。まあこれは普通にもう波乗り使っていこっかな。意外と削れるし。
だけど一旦、回復します。回復してね、行こう。よし、波乗り、もう一回か。で、一旦、すごい傷薬でね、治します。アイテム使ってきたか。波乗り、そう、一番ね本当に苦労したのがこの雪目の子なんですよ。1回目のなんか対戦の時で波乗り、お、倒した、よっしゃー。次はトドゼルガ。トドゼルガは氷と水なのでね、変えます。氷と水だからいないな、いいポケモンが。もうレクーゼでいいかな。あ、間違えた。おお、びくった。逃げるって押しちゃって。竜の波動、なんだろうこれ。画竜転生、これ初めて使う。うわ、強っ。あ、だけど防御がちょっと下がって、あと毒棒も下がっちゃうね。だけど強い。バイバニラ。氷ですね。氷なので、メタグロスに変えます。メタグロスあんま出番がない。アームハンマー、よし、次で倒せるかな。よし、倒した。これで倒した。オッケー、効果は抜群。ラグラージュはレベル64、オオスバメはレベル56。あー、鬼ゴリ来た。氷タイプか。これでいけるね。だけど相手がね、メガ進化させてくるんですよ、この鬼ゴリは。だからちょっと気をつけないと。ほら、来た。お、こんな感じになるんだ。口でかいな。フリーズドライ、なんだ、当たらない。
おお、使ってきた。守る。あられか。どこまで行く？お、意外といったね。次で多分倒せるかも。お、また使ってきたね。よし、これで倒せるかな？当たらない。ちょっとやばいな、これは。だけど多分、まだ大丈夫かな。ああ、守るか。ちょっとやばい。じゃあ使います。アームハンマー、あと2回しか使えない。また守る。次こそ当たる。当たるぞ、絶対。よし。倒したかな？倒した。よっしゃー。はい、ということで、勝ちました。これ三つ目も、三つ目か。お、破壊光線。これは強い。アイアンヘッドにしよっかな。アイアンヘッドにします。破壊光線を覚えた。よーし、勝ちました。だから次回は四天王源氏ですね。ドラゴンタイプだったはず。だから次回は多分レクーザ結構使うのかな。まあ、ということで今回はここまでにしたいと思います。見てくれてありがとうございます。あとチャンネル登録もお願いします。では、さよならー。